はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3の関数の極値丸3、まあ、続きですね、やっていきましょう。で、今回も2問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の2問の特徴はサインコサインですね。まあ、これを使っているところにあります。ただ、流れとしては f'x 求めて、イコール0を求めてという増減表を書いてっていう流れなので、そのままやっていきましょう。で、まずこいつですね。f'x。で、今回2番が、番称がちょっと多いので、詰め詰めでいきます。で、これ、積の微分とかにはなってないから、x 微分して1。で、コサインを微分すると、マイナスサインね。なので、マイナス 2sinx。となります。で、 f'x イコール0を考えると、まあこれイコール0なので、式まとめると 3x イコール2分の1となる。で、2分の1にサインがね、2分の1になるのは30度と、まあ、150度、このね範囲で言うと30度って150度のとこになるので、 x は6分の π と6分の 5π と、この2つが、まあ、元々と増減表のね、切り替えポイントになります。じゃあそれも分かったんでね、増減表書いていきましょう。で、ちょっと長めに取ります。おっとなぜ3本目書いた。で、 xf'x の fx ですね。で、この範囲からなんで、まず0スタート。で、6分の π で、6分の 5π。で、π で止めます。まあ、180度で止めましょうと。で、この2箇所が0になりました。で、あとはまあ、プラスマイナスですね。で、まあ、最初真ん中から書くかな。90度。2分の π ですね。で、入れると、サイン90度って、1ですよね。サイン90度は1。だから、これ全体マイナス1になるんで、まあ、ここがマイナスは簡単です。で、例えばここなんですけど、これ0度から30度なんですよね。例えば、ここが0度と60度だったら、30度が間に入ってるんで、値入れれば、まあ、ね、値を出すことができる。まあ、プラスかマイナスか分かるんで、それでもいけるんですけど、まあ、ちょっとめんどくさいなとか、どうしようって困った時は、まあ、単位円で考えると、簡単です。こうやって。まあ、今0から π なんで上だけでも本当はいいんですけど、ちょっと全部書きますね。で、6分の π と6分の 5π。そのサインが2分の1になるときっていうのは、まあ、このポイントなわけですよ。ここが6分の π。こっち6分の 5π ね。サイン、y 座標が2分の1を取るところです。で、今、0から6分の π。つまり0度から30度の間っていうのは単位円で言うと、ここのゾーンなのね。ここのゾーン。ここの間にある、サインの値っていうのは当然ここの2分の1よりは少なくなります。値としては下にあるからね。2分の1より小さくなる。ってことは、この間の数っていうのは、まあ、サインね、2分の1を、よりちっちゃい数を入れると、今、2分の1を入れてやっとちょうど0なんですよ。f'x って。じゃあ、サインが2分の1より小さくなってしまったら、マイナスの力が弱くなるので、当然プラスになります。こうやって。いいかな。で、こっちも同じです。6分の 5π。150度から180度はこのゾーンなので、もうこっちと同じ話だね。ちょうど。だから、ここもプラスになる。まあ、f'x のね、関数書いてもいいんですけど、まあ、自分はこうやってやっちゃった。ここはね。で、あとは、まあ、登って、下って、登ってになってるんで、まあ、切り替えポイントがあるからね、極大極小、ここで値を求めたいと。じゃあ代入しようってことで入れていくと、ここ、6分の π 戻して、6分の π。で、こっちね、コサイン、コサイン30度は2分のルート3だから、プラスルート3となって、これで OK。で、6分の 5π の方も入れてもらうと、こっちがまず6分の 5π、ここね、入れる。で、コサイン150度はマイナス2分のルート3。だから、マイナスルート3とこうなります。ちょっとちっちゃくて申し訳ない。で、あとは書き出していきましょう。x イコール6分の π の時に、
極大値が、6分の π プラスルート3と。で、x イコール6分の 5π の時に、極小値が、6分の 5π マイナスルート3と。これで終了となります。あ、ごめん。で、もうちょっとこれね、多分、消さなきゃいけなくなるんで消しときます。で、2番ですね。まあ、こっちは積の微分になってるから、その分ちょっとめんどくさいんですけど、ただ定義域は1周分です。0度から360度まで使えますと。じゃあまず同じく、ちょっと詰め詰めでね、f'x 行きましょう。で、積の微分なので、まずこっち残しますか。sinx。いいから、こっち微分しましょう。こっち微分して、サインを微分すると cosx です。こう。で、括弧の中身がそのまんま。こうね。で、今度はこっちを残します。プラスね、これ。sinx の、で、こっち微分すると1は消えてしまって、cos がマイナスになるから、マイナスサインになるから、マイナスになって sinx とかけて、sin 事乗 x とこうなる。で、これ、展開すると、cosx プラス cos 事乗 x になって、cos と sin が混ざってるんだよね。で、まあ、こっちは cosx があるんで、次数1の。だから、sin 事乗を cos の方に持ってきます。で、sin 事乗っていうのは、もともとは sin ね、sin 事乗プラス cos 事乗イコール1だね。これを使うことができるんで、これを代入すると、ここに、1マイナス cos 事乗 x を入れて、コサイン、ちゃう。2乗だな。まとめるとね、2コサイン事乗 x プラスコサイン x マイナス1かな。そうだね。で、これで OK。まとめるとね。で、まず、こいつをイコール0ね。f'x イコール0。で、これを考えていきます。で、まあ、このままやるのがきつかったら、x を、cosx を t とかって置き換えてもらってやっても構わないですし、まあ、このままぜひね、いっちゃいましょう。これで、cos の、式と考えて、因数分解じゃない、たすき分け、使っていくと、ちょっと外にやろうか。まあ、わかりにくかったら、あと文字を置いちゃってやってください。こうだね。で、ここを1にしたいから、プラス1のマイナス1か。こうか。より、cosx イコールこっちから2分の1、もしくはこっちからマイナス1と。こうなればいい。ちょっと待って。消しちゃおうか、先に。で、より、cosx が2分の1からマイナス1になるとき。なので、x イコール、コサインが2分の1になるのは、この範囲で言うとね、60度か300度だね。だから60度なんで3分の π。で、一番下にしようか。300度は3分の 5π と。で、コサインがマイナス1になるときは、xi がマイナス1だから、180度なので、こう π ですね。この範囲で考えるとね、0から 2π だと。で、この3つになりましたと。じゃあ、増減表、書いていきましょう。で、ここからがちょっとね、大変なんですけど。まず0スタートなんで、0ですよね。スタート。で、3分の π が来て、π が来て、3分の 5π が来て、で、2π で止めると。定義域が止まってるんでね。で、この3箇所は f'x が0になりましたということで、あとはね、1、2、3、4か。4箇所、プラスマイナス考えていきたいんですが、ここでミスが出ないように気をつけていきましょう。で、これは、まあ、0度から60度なんで、さっきの説明と同じだね。30度が間に入ってるから、じゃあ30度、6分の π ね、を代入してチェックとか。そういうことできるんだよね。それやってももちろん構わないんですけど、ちょっとめんどくさいと。まあもちろんそれでも構わないからね。めんどくさいので、ちょっと違うやり方でいきます。ね、どうするかっていうと、これ f'x を一つの関数として考えちゃう。で、まあ cos のままよりちょっと置き換えようか。ちょっと cos t にしますね。で、こうして、
これは F で、まあ、FT にして、平方完成します。そうすると、プラス4分の1の2乗で、マイナス8分の9か。こうかな。合ってるかな？大丈夫かな？で、これを、グラフを書きます。簡単なグラフでいいです。そんな厳密じゃなくて構わないんで。で、頂点マイナス4分の1のマイナス8分の9だから、この辺だと。で、Y 切片がもともとこうマイナス1なんで、マイナス1を通りますと。で、まぁ、こんな感じですかね。こんな感じ。で、もともと、F'X、こいつがね、こいつがイコール0を解いてるから、2分の1とマイナス1なんですよ、今。だから、ここがマイナス1で、ここ2分の1なの。X 切片は。こうなってる。で、今何がやりたいかっていうと、今、これが関数なんですよね。これが F'X なんで、t と置き換えちゃったけど。F'X がプラスになってる時っていうのは、このグラフが X 軸、やばい、t 軸か。t よりも上にある時になってる。だから、そのプラスにある時とマイナスにある時を考えていけばいいと。で、ft と t がね、ここが2分の1より大きい時、t が2分の1よりね、ちょっといいか、こうかこうか。t が2分の1より大きい時で、t っていうのは今、コサイン x を置き換えたものなので、コサインが2分の1より大きい時なんですよ。で、コサインが2分の1より大きい。まあ、単位行きましょうか。ちょっと狭くてごめんよ。コサインが2分の1。だから、コサインは X 座標か。ここですね。3分の π ゾーンと3分の 5π ゾーン。ここね。60度と300度ゾーンです。入ってるかな？大丈夫？ちょっと見にくかったら、パソコンの方は全画面でお願いします。で、これが、コサインが2分の1で大きいっていうのは、こっち側なわけですよ、ここ。ここね。つまり、ここで一回切れますけどね。0から3分の π とか、3分の 5π から0の時が、t が2分の1より大きくなるの。つまり、t が2分の1より大きいっていうのは、グラフ的にこっち。だから、プラスの時ね。つまり、0から3分の π、0から3分の π の時は、プラスになるんです。F'X は。で、グラフがプラスだから。で、3分の 5π からここ、あ、ここだね、ここ。も、プラスになりますよっていう。っていう風にグラフを書くことができます。で、逆に言うと、じゃあ、3分の π から3分の 5π まで、ちょっと色変えようか。こっちね。ここです。ここっていうのは、今、これが青がこっちだったから、逆になるわけ。t が2分の1よりちっちゃい時、もちろん下で止めることはあるんだけど、つまりこっちね。二分の一よりちっちゃい時だから。いい。で、その時っていうのはグラフが下にありますよね。で、t っていうのはコサインだから、コサインがマイナス1よりちっちゃくなることはないので、ここで止まるんですよ。まあ、グラフ的に本当はないんですけど、気にしないでください。t が二分の一よりちっちゃい時は、グラフが下にあるから、ここは負なんです。こう。いい。これで増減表、まあ、完成はしてないけどね。F'X のプラスとマイナスは完成になります。つまり、上って、下って、下って、で、登るんです。で、極地っていうのは、その、登ってるとこから下る瞬間、もしくは下ってるとこから登る瞬間、そこが極地なので、今回使うのはここです。こことここ。これは関係ないです。最大最小値だったら、その全部値出して一番高いとこ、低いとこ探せばいいんですけど、極地はこことここね、今。じゃあ、あとはその値を出していきましょうっていう話なので、X が3分の π をここに戻してあげると、これ絶対見せたくないよね。60度なんで、サイン60度、2分の、ルート3、カッコ1、プラス2分の1か。コサイン30度、あ、60度、30度だもんね。60度か。待って、違うよ。60度でしょ？テンパってる。60度、いいんだよ。2分の3で、合ってる、ごめん。だから、2分の3だから、4分の、3ルート3か。で、こっちは、入れると、ここがマイナスか。マイナス300度。マイナス、サイン3、マイナス3、まあ、サイン300度だもんね。そうそうそう。だからこうなるから、こうか。合ってるよね。大丈夫だよね。オッケーオッケー。っていうことなので、下答え1行、1行か。ちょっと待ってね。じゃあ、x イコール3分の π。の時に、極大値が4分の3
ルート3と。で、もう一個、x イコール3分の 5π の時に、ちょっと失礼。極小値がマイナス4分の3ルート3と。これで終了となります。まあこのね、プラスとマイナス探す部分っていうのはさっきも言ったように間にある、何度って部分が出しやすいので、60度だったらね、30入れたりとかできるから、それを入れてもらっても構わないんですけど、まあグラフからこうやって探すこともできますので、よかったら参考にしてみてください。では、今回は、関数の極値の丸3やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。